皆さんこんにちは、ヘルニアです。市長のビルヘルムだ。前回は最低限の生活インフラ整備と、バスがメインの工程路線を整備しまして、本日はその続きからになります。早速建てられるようになった、公園系の建物を、バス路線の出入り口、東西南北にそれぞれ設置していくぞ。最悪停留所に入りきらない場合は、ここで待ってもらうんだ。とか言いつつ、バス車庫に電線引くのが面倒だから、公園で補っているだけじゃないんですか。それに関してはついでだよ。ついで。さて、かなりの数公園は設置したし、また新たに住宅を増やしていくとするか。結構予算は用意していましたが、工程路線の整備とバス車庫の設置で、ほとんどお金を使い切っちゃいましたからね。さらなる交通網整備のためにも、住人をどんどん増やして、より多くの税金を落としてほしいものだ。もちろん、路線の外側に住人が増えるということは、その分バスの利用者も多くなる。そうなれば、大規模に整備した甲斐もあるというものだ。当然だが、道路網ばかりに力は入れてはいない。ドイツは教育で遅れを取るわけにはいかないからな。ギムナジウムこと高校を建設していく。今までは小学校しかありませんでしたからね。住民は教育環境が整っていると、住宅がレベルアップし、税収も増えていきますから。遠回りですが、経済力の強化にもつながっていくと思います。確かに、高校が建ってからというもの、かなり高い頻度で、家がリフォームされていくな。借金はだいぶ多いが、この調子ならドイツも安泰だろう。大変です皇帝陛下、街に隕石が近づきつつあります。それでわしにどうしろと、やっぱ譲って、山火事とかなら消防を総動員できるが、こんなの止められるわけがないだろ。粉みじんになるわ。こういった災害に対しては、避難勧告を出したり、津波などはダムや土を持ったりして、一定ほどの対策はできます。冷静に解説しているが、その津波が隕石の衝突で、小規模に起こっているのだが。ああ、わしの工程路線がくちゃくちゃに。もっと資金に余裕ができたら、災害対策もしていきたいところですね。特にこの土地は標高が低いからな。何かしらの対策をしないと、数メートル規模の津波でも、すぐに侵入されてしまうのは、あまり良くないことだ。アクシデントもあったが、気を取り直して街づくりを再開するぞ。今は新しい商用地域の作成を行い、停留所を追加しているところですね。今まで作っていたブロック状の商用地区は、整った見た目で好きなんだが、あまり多くの建設ができない。南側は土地さえ広げれば、かなりの面積になるし、多くの需要を満たすことができそうだな。早速路線外側の商用地区のオープンですね。今後はこの外側に商用だけでなく、住宅や産業なんかも建てていくことになるだろうな。バスの乗り降りも、より激しくなっていくでしょうね。その後は住宅の近くに、新たな墓地を建設してあげたり、多少強引な作りだが、アウトバーンの上を通って、新たな産業地域の確保を行っている。今の産業地帯は、高速道路の出入り口も近いですし、あまり大量に詰め込むと、渋滞も起きそうですからね。その渋滞を起こしても困るから、3つほどで入り口も確保して、新たな産業地帯の土地を確保できたな。私個人の感覚ですが、橋も直線のものと、カーブのものがあって、無駄にこじゃれた感じを、無理に出そうとしていますね。なんか聞き捨てならん言葉も聞こえるが、正直資金不足はまだまだ続いているからな。本当は高速も大規模に整備、引き直しとかもしたいが、今は金がないから、無理せず無難に作っているだけだ。将来的にできるならば、再整備していきたいものだな。こうなってくると、しばらくは外側に重症さんを、指定することがしばらく続きそうだな。逆に言えば、建物がどんどん建てられるということは、都市運営がうまくいっていることを意味します。電気不足や、地価が低い、交通渋滞による物資の供給遅れなど、問題さえなければ、勝手に都市は成長してくれるのです。おかげさまで、町の税収もどんどん上がってきている。産業もどんどん開発され、人口4600人で、活気のある町と言われるくらいだから、初めての市長の割には、うまくいってる気がするぞ。ちなみに今度のアンロックで、新しい1棟目の道路や、警察消防などの本部、石油発電所など、今までより効果の高いものが開放されました。その分維持費もすこぶる高いだろうから、その辺の新設は、もう少し我慢だな。このシティーズスカイラインの世界は、別名渋滞解消ゲートも呼ばれていまして、特にトラックなどの産業地区、ゴミ収集施設の集中地域は、よく混雑してしまいます。今回は簡単ではありますが、新しい住宅施設に、高架で道路をつなぎまして、車両の分散を狙っていきます。特に利用頻度の高い交差点を作ると、
渋滞しやすいからな。今はまだ人口がそこまで多くないから、工程路線も大丈夫だが、将来的には別個にして、作り直しを迫られるかもしれん。スクラップ&ビルドが重要なところもありますからね。街の半分を消すとかは、税収にも影響があるのでやめた方がいいですが、部分的な除去は、必要とあればどんどんやっていくべきでしょう。この世界、邪魔だと言えばすぐに住民はどいてくれるので。それ、わしのすごく嫌いなところに、そっくりなのだが。嬉しい悲鳴の一つだが、人口が増えたことにより、上下水道も限界を迎えている。新たな下水と浄水施設を増築し、限界量を増やそうと思ったが、土地が浅すぎて、ポンプの汲み取りがうまくいっていないな。この辺はほとんど浅い場所が多いし、ポンプの数を増やしていくと、吸い込む能力が強すぎて、突然水が供給されなくなるかもしれん。そういう場合は、別の場所に建設してもいいですが、このように土地を削って、解決することもできます。資金が無尽蔵にあるようならば、この地形操作によって、街づくりの幅は大きく変わりますから、覚えておいて損はないと思います。よしよし、これで水をしっかり吸い込めるようになったな。となると、予想できた範囲だが、電気も不足してくるよな。嬉しいことだ。ここはせっかくなので、新しい石油発電所を建ててみましょう。建設費と維持費はかなり割高ですが、その分石炭発電所よりもパワーがあります。これでしばらくは、電力施設を建てる必要もないと思われます。その分税収も大きく下がってしまったがな。これでしばらく施設割り当て放題と思えば安いものだ。早速、さらなる住宅施設を増やしていくかな。ところで忘れていたんだが、私が作った工程路線の利用者は、どのくらいいるんだ？外側の住人も増えてきたことだし、バスの利用者も作った当時に比べれば、増えているのではないか？そういえば一度も確認していませんでしたね。確かこの辺に、バス停があったと思うので見てみますか。大人気すぎて、さばききれていませんね。密だな。この世界の住人は、どうやら一度決めたルートで、断固として進む傾向があるらしい。わしだったら、目的地にもよるが徒歩で行くか、反対側の空いてるバスに乗るな。一応対策として、予算変更すれば、バスの台数も増減とかできますが、いかがいたしましょうか？これはおそらく、最も外側の住人たちが、南や東の商店街に行きたくて、あのバス停のみが混んでいると見た。となると、確かにバスを増やせば対処できるだろうが、ここは別の手段で解決をしたい。死活問題でもないし、しばらく放置しておこう。了解いたしました。さて、その解決方法を実行するには、人口が足りないとのことだからな。外側の住宅を、L 字状に増大させ、忘れずに水道管も引いて、住宅環境を整えていく。あと事前の建設として、このように出っ張った道路を、あらかじめ作っておく。少し考えればわかることだが、バスよりも騒音が出る移動方法だからな。なお騒音対策ですが、植林などで、軽減することも可能です。ところで陛下、問題のバス停は今480人待ちになっているんですが、使ってくれることは非常にありがたいが、不便なこの状況も解消されるまであと少しだ。耐えてくれドイツの民たちよ。ということでお待たせしました。陛下が望んだ、人口7000人に到達しました。これで新たに地下鉄が作れるようになったな。なお地下鉄というものの、地下に線路を引くのは莫大な費用がかかりますので、地上駅も用意されてることですし、地上に作る方が安く仕上げられます。このために切り詰めて18万ほど用意したからな。帝国発展のための路線として、最速で整備していくぞ。ということで、駅の設置が概ね終わったので、早速線路を引いていくとするか。線路は通常の道路と同じように、曲線やカーブで引けるだけでなく、地下に埋めたり、上昇させたりもできます。基本は地上を通す予定だが、やはりこの都市も、発展してきて部分的には土地は狭くなっている。特に北側の産業地域では、線路の高度変更は大いに役立つだろう。ひとまず第一段階として、L 字型の西部と南部の駅をまずは接続。南部の新規住宅から、新商業地域にも接続。ちなみに新設された住宅と商業の間には、歩道もちゃっかり引いてあったりします。次に少し強引だが、新商業地域から、旧商業地域に向けて接続。今まで工程路線の外側でしたが、ここで内側に入り込む形になるんですね。その後は工程路線に沿うような形で、しばらくの間路線を通していく。バスと線路が一緒に来たところを取り、このニューハンブルクの魅力を宣伝してくれてもいいんだぞ。そしてここからが大変だったが、線路を再び工程路線の外へ。
産業地域に架かる橋の上は高架でそのまま通らせていく。線路を上げた状態はなお続き、最も重要なアウトバーンの出入り口で踏切を作らないためにも、ゴミ処理施設を過ぎるまでは上げたままで引っ張っていく。そこさえ越えればもう越えるべき道路もないので、あとは再び西住宅に元の高さで線路を繋いでいく。あとはこの繋いだ駅に路線設定をして名前を付ければ完成だな。残念ながら私はドイツの鉄道史を昔のことすぎて忘れてしまったからな。ひとまず帝国鉄道と名付けるが、もし何か良い名前があったら住民意見で取り入れていけたらと思う。これで住宅の特に外側の住民はこの鉄道を積極的に使ってくれそうですね。すみません皇帝陛下、15万近い費用を投じた鉄道の完成はとてもおめでたいのですが、一個悪いご報告がありまして。なんだ、まさかこの鉄道に反対する奴がいるとでも言うのか。また工事の影響で電気が分断されています。前回と同じオチかよ。